皆さんこんにちは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の郷田千佳です。今日はまたビザの許可の事例を一つご紹介させていただきます。今日の方はミャンマーの男性の方です。で、申請して許可になったのは技術人文知識国際業務、いわゆる就労ビザというビザですね。そしてこの方の学歴は、専門学校です。東京にある、〇〇情報ビジネス専門学校、ここもまあ外国の方とても多い、学校ですけど、まあ、いくつか学科もあるんですけどね。この方が出られたのは、ビジネススペシャリスト科、そういう学科でした。で、勉強されているのは、まあ、ウェブデザインとか、あと、ワード、エクセル、パワーポイント、そういうようなことをね、勉強されてました。で、ワード、エクセル、パワーポイントっていうのは、実務というか本当に会社入った後はね、使う機会がとっても多いので勉強しておくとすごく、役に立っていいと思うんですけど、残念ながらこの技術人文知識国際業務の在留資格の、勉強としては、ちょっとね、認めてもらえないというか、入管の方から見るとこれは学問ではないですねみたいな判定をされてしまって、この勉強を生かしてこういう仕事するんですっていう説明ではね、なかなか、ビザの許可が取れないのが、残念ながら実情です。で、この方はですね、今回ウェブデザインのところを使って、申請しました。申請したのは4月の21日で、結果が出たのが7月の28日ですから、結構ね、審査期間長かったですね。間に1回ね、追加質問、来ましたけどね。それでもまあちょっと長い方ですけど、まあこれぐらい最近ね、結構ありますよ、3ヶ月超える方ね。でもこういうふうに許可にもなりますので、まあ今お待ちの方もね、もうちょっとね、ゆったり、お待ちいただいたらいいと思います。それで、ウェブデザインの勉強をしてる方ね、普通は、まあ、IT の会社に行くとか、あるいは、まあ、ウェブをいっぱい作るような、本業は別だけど、自社のウェブページに力入れなきゃいけないみたいなところをね、探して就職されること多いと思うんですけど、この方が就職されたのはね、ビニールハウスを、作ってる会社さんです。でビジネスハウスの素材を作るんじゃなくて、実際建てる方ですね。まあまあの規模の、大きさの建物っていうか、まあ、ビニールなんだけど一応ね、ハウス、ね、骨組みを作ってビニールかけてっていうことになるんだと思うんですけど、中に電気も引く、水道も引く、それも全部含めて工事する会社なので、まあまあの、工事規模みたいですね。でここで、普通ねこういう会社だと、私の勉強と絶対合わない、絶対ビザ出ないって、まあ、99.9% の人そう言いますよね。だから内定しても行きませんっていう方多いんですけど、決してねそんなことないんですよ。本当にね、皆さんに覚えておいていただきたいのは、会社の中にはいろんな業務があります。で私たちでもわからない、もう社長さんに詳しく聞かないとわからないような業務もあります。それで実はこの会社ね、今回3人ビザ、降りたんですよ。技術人文知識国際業務で、それぞれ違う業務ですけどね、またもしかしたらご案内できるかもしれませんけど、まあ、とにかくほぼ同時にね3人降りた、ビニールハウスの工事する会社で擬人国3人って、なかなかね思いつかないかもしれませんけど、まあ、こういうふうに取れるんです。でまあ、この方はウェブデザインの知識を生かしてね、そのハウスのデザインというか、まあ、デザインを提示して、営業をサポートするみたいな内容で、ビザを取ったんですけど、まあ、社長さんね、よく、お聞きして、この方こういう勉強なんですけど生かした、仕事でっていうことだと、やっぱりいくらでも出てくるんですよね、中のビジネスをよく分かってる社長さんですと。ですから皆さんもね、パッと見てこの会社だと私の勉強と合わないなんて判定しない方がいいです。やっぱり特に学生さんのうちは、中の仕事なんて分かりませんのでね、本当に、ビジネス、自分の社内のビジネスを分かってる社長さんとよく話して初めて、あ、やっぱり無理ねとか、あ、いけそうねっていうのが出てくるので、まずは気に入ってもらって内定を取って、それからねビザのことをよく相談して、あ、いけそうだったら内定承諾して申請というのをね、ぜひお勧めしたいと思います。それではまたね、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。